の女子プロレスウェイブはメキシコで大暴れしているレイナ・フブキこと北斗晶の近況をお伝えしよう。ルチャゾーラの中でトップを張る北斗はメキシコでもスターとして超売れっ子。そんな北斗も束の間のオフの一日、ロサンゼルスにまで足を伸ばすことがあった。ここはね、ロスのね、チャイニーズシアターだよ。なんかなんかな。ありました、ここに私の手足。ほら、ほら、手の大きさも同じ。足の大きさはヒールを履くから同じ。これはね、マリリンもそうだよ。そして現在ロスにいる西脇光子と合流した北斗はユニバーサルスタジオにやってきた。見学コースではなんとアジャコングと出くわした。映画バックドラフトのアトラクションでは本物の炎の迫力にさすがの北斗もびっくり。じゃん、今日は8月13日何時ですか？今の6時50分前。ここはディズニーランド。あの北斗が思わぬ一面を見せたロスでの休日であった。さてメキシコへ戻ってきた北斗と北斗を慕ってついてきた沼っちに話を聞いてみた。まあすごいあのプロレス的にも人間的にもいろんな勉強になったんじゃないかなと思うけど、あいつも宇野さんがいてくれるんで頼りっぱなしなんですけど楽しいです。とてももうびっくりしました。すごい本当にもう道っていうか会場から出てきてもうお客さんがみんな宇野さんの周りに集まってわあすごい、これは本当にすごいヒーローなんだなって思いました。まあ一つ言っておきたいのは北斗晶があの CMLL のチャンピオンじゃなくてこっちのメキシコのレイナ・フブキがチャンピオンであるっていうことは日本のファンに分かってほしいと思います。っていうか11月以降はもう何もやるつもりはないんだけど、今一応レイナ・フブキはメキシコのキャラクターなん でチャンピオン、世界チャンピオンになっちゃったっていうことで、11月以降のことはこれから話し合ってみないと分からないと思う。CMLL 世界女子チャンピオンとして君臨するレイナ・フブキとメキシコで復活したヌマッチ、この2人のタッグは日本では見られなかった顔合わせである。ルチャリブレスタイルのメキシコマットでの2人の戦いぶりを見てみよう。この日の相手はレディー・アパッチェとシンティア・モレノ、日本にも来たことがある若手の生きのいいタッグチームである。メキシコ対日本の試合とあって場内はメキシコ組への応援が集まる中、吹雪沼っち組はメキシコルール無制限3本勝負の1本目を選手。2本目に入って沼っちも得意のかかと蹴りを出し元気いっぱい。しかしメキシコ組も負けてはいない。18番の立体殺法で形勢逆転。そしてダブルのダイビングヘッドパットからそのまま抑え込んで取り返す。場内熱狂。3本目に入ると両チームとも一進一退の攻防を繰り広げる。吹雪も威勢のいいところを見せるがメキシコ組もよく粘る。
体技で沼っち大ピンチ。しかしここは吹雪が救出。メキシコで指定愛が大きく膨らんだ。ミサイルキックからジャーマンへ、そして沼地の川津落としで見事勝利を収めた。シングルの世界王者としてだけでなく、タッグチームとしても大旋風を巻き起こすだろう。